여러분안녕하세요。今週も K-POP で連帯系スタートです。今回もまずは簡単に連帯系とは何か復習しましょう。連帯系とは、良い時計の良いや、こんな天気のこんななど、名詞を詳しく説明する活用形のことですね。また、韓国語は日本語と違い、過去、現在、未来といった時制や、動詞、形容詞といった品詞によって、連帯形の形が変わるんでしたよね。ですので、連帯形をきちんとマスターすることが、とっても重要なんです。では、早速、連帯形を学習していきましょう。第14回目の今回は、第4世代を代表するグループの一つ、10代の堂々とした姿を表現したティーンフレッシュという新しいジャンルを作り出す6人組ガールズグループ、ステイシーのテディベアで連帯形を学んでいきます。まずは一緒に歌詞を確認しましょう。정답은없어。그런기대감내려놔。실망도크니까。정답은없어。그런기대감내려놔。실망도크니까。さて、ここで連帯形になっている部分はどこでしょうか？正解は、그런기대감。そんな期待感ですね。こちらは、그렇다の現在連帯形になっていました。形容詞、그렇다の現在連帯形は、그렇다、そうだという形容詞の語感が、比喩語感ですので、本来であれば、連帯形語尾の、運がつきます。しかし、比喩語感の後ろに、うで活用する文法が来ると、語感の比喩パッチムが脱落します。比喩パッチムが脱落したことで、連帯形語尾のにんがくっつき、くろん、そんな、となります。ここで少し比喩変則について振り返っておきましょう。先ほど出てきた、くろった。で見てみると、그렇다に으면がつくと、그러면、そうしたら、아요、어요がつくと、그래요、そうです。形容詞の現在連帯形がつくと、그런、そんなとなります。このように、比喩変則は、語感が比喩パッチムの形容詞の後ろに、으면、うにっかのように、うで活用する文法が来ると、ヒープパッチムが脱落し、あよ、およ、あそ、おそのように、あ、おで活用する文法が来ると、ヒープパッチムが脱落し、えがつきます。また、ヒープ変則は、指示を表す形容詞や、色彩を表す形容詞に多く、形容詞の中では、ちょったのみが生息活用になります。こちらもぜひ合わせて覚えておいてください。では、ここから確認問題をやっていきます。丸1番、丸2番ともに形容詞の現在連帯形を使って文章を作ってみてください。2つとも語感がヒエパッチムですよ。丸1番の答えは、좋은시계、いい時計ですね。좋다、良いという形容詞の語感は、比喩語感です。ですが、좋다は変則活用にはなりません。좋다の語感にパッチムがありますので、連帯形語尾である、은がくっついて、좋은、良いになります。先ほどの比喩変則の振り返りでもお話ししたように、形容詞の中で、ちょった、良いのみが生息活用になりますので、活用させる際はよく注意しましょう。続けて、丸2番の答えは、いろん날씨、こんな天気ですね。
이렇다、こうだという形容詞の語感は、ひゅ語感です。ですので、本来は連体稽古日であるうんがつきます。しかし、ひゅ語感の後ろにうんが来たことで、語感のひゅパッチムが脱落します。語感のひゅパッチムが脱落したため、連体稽古日であるにえんがくっついて、いろん、こんなになります。皆さん、できましたか？それでは、もう一度、改めて歌詞を確認しましょう。2回読みますので、後に続いて読んでみてくださいね。정답은없어。그런기대감내려놔。실망도크니까。정답은없어。그런기대감내려놔。실망도크니까。OK です。最後にまとめです。ひゅ語感の形容詞の現在連体形は、ひゅ語感の後ろに連体形語尾であるうんがくっつくと、語感のひゅパッチムが脱落します。そしてひゅパッチムが脱落したことで、連体形語尾であるにんがくっつきます。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は以上になります。今回使用したステイシーのテディベア、聞いてみてください。そして、確認問題はいかがでしたか？どうだったか、ぜひコメント欄にコメントを残してくださいね。また、アーティストのリクエストも受け付けています。여러분、다음주도같이공부합시다。